本日のワインはこちらです。どうもゆきおでございます。本日もゆきおとワインをやっていきます。さあ、お久しぶりのボルドーワインでございます。珍しいこのワインはですね、メルシャンさんのワインですね。メルシャンワインズのボルドー2021年でございます。こちらですね、じゃあいただき物でございますね、誠にありがとうございます。ワインいただいちゃいました。しかも誰からいただいたと思います？このワインはですね、ボルドーの、ラランドポムロールっていう産地があって、そこの、産地のビニョーブルマンゴーっていう作り手がいるらしいんだけど、そのビニョーブルマンゴーさんと、このメルシャンさんね、のメルシャンさんの会社のそのボルドーの担当の方がいらっしゃって、その方がタッグを組んで、作ったワインなんですね。なのでこのビニョーブルマンゴーさんがメルシャンのためにこのどういう味がいいかっていうのをそのまま決めて、でそのメルシャンの方と の話し合いの中から決めたワインっていう、そう、メルシャンのブランドのボルドーって感じかなになってるんだけども、そのなんとメルシャンの担当の方ですね、矢野さんっていうんですけども、ブレンドとかそういうことにも携わってるこのワインを作った方からワインをいただいちゃいましたっていう最高のことでございます。ここに書いてあるから見て、ここに書いてあるんだ見えない矢野正樹さんっていうね、お名前をちゃんとね刻まれておりますね。お友達なんでねお友達なんでいただきました、ありがとうございます。ということで今日はこれをやっていこうと思います。ゆきおとワイン。若々しい色だね。紫主体で中心少し濃いかなぐらい、でも綺麗、すごくいい色です。あー、ボルドーですねボルドーだからボルドーなんだけど、これですね、実はブドウがね、マルベックが主体なんですよ。ボルドーだと非常に珍しいです、マルベックが主体。なんかちゃんとしたテクニカルな情報がちょっと見つからなくて、ネットの広い情報なんだけど、それだとマルベックとあとメルローがね半分ぐらいずつ入ってるらしいんですが、あえてねマルベックというのを主体にして、作ったらしいんだけども、非常に香りはもう分かりやすくフルーツの感じがもうね、いろんなフルーツ、もう黒系も赤系もなんかバランスよく混ざっているような感じの香りに、ほのかな、樽から来るちょっと複雑な感じがあるかなっていう印象ですね。なんか非常に飲みやすそうな香りではあります。いいね、なんかすごい久しぶりな感覚あ、座りにするとね結構この熟れた果実が上がってきまして、そこがまた非常にこの何かを食べたくなるというね、食欲を欲するワインでございますね。お腹空いておりますので、私いいね、乾杯。美味しい。酸も意外としっかりあるんだね。なんか香りの印象だと結構果実が強く、感じるような雰囲気があって、で酸がね、意外と高い。なので飲んだ後はなんか重たくなりすぎず、フレッシュにこうなんかサクサク飲めちゃうような、そんな雰囲気を持ちます。香りはねエレガントで非常にしっかりしたイメージだったんだけど、飲んでみると意外と軽やかというかね、サクッと飲めちゃうみたいな、サク飲みいけそうな感じの雰囲気ですね。いろいろ料理回してみたら面白そうだけどね、こういう感じだと酸が高いとね、で、そう気づいた？みんな気づいてるかな？机が変わったの、これ。どう？変わっ
ったんですよ。そう、しかも今ね座ってるこの椅子も変わってるから、ソファーなくなっちゃったから、うちね、あの時の雪男とワインはもうないんですよ。これからまたね新しい雪男とワイン作ってこうじゃないのっていう話。600回超えたしね、600回もやったからそろそろなんかねイメチェンしないと。イメチェンしております。最近イメチェンです。はい、最近の流行、最近のこのあの流行マイブームだ。マイブームはイメチェンイメチェンです。さあということで本日も美味しい美味しいポテチがあります。出た幻の芋、こちらね、これこの前ね、海苔塩かな食べたんだけど、薄塩もあります。これもうすでに一回食べてるんだけどね、これがうめえの。今金だっけちょっと待って、また、今金ちょっと、なんか書いてあるね。今金ちゃんです。これほんとね、めっちゃうまお芋だね。これをペアリングしていっちゃおう。うん。いい香り。まあ、一見普通のね一見普通のポテチなんだけど、食べるとこれがっていう話。なんていうかね、このほんとね上品なね、例えばこのボルドーブルゴーニュ言えばフルメイクルとかね、グランクルに通ずるようなこの複雑さとシンプルながらこのエレガントなスタイルってね、この美味しいのよ、いもちゃん。うん、うまー、めっちゃうまい、俺めっちゃ好きこれ。うん、海苔塩よりね薄塩は俺は好きかもしれない、もしかしたら。もう好みなんだけどね。うん、うん、シンプルにこのね芋の味がしっかり出てるっていうかね、うん、美味しいな。あ、いいね。うん、いいです、合います、美味しい。うん、うん、なんかさ、あの新しいセットだからさ、セットというか若干そわそわしてる最近あまりあの動画撮ってなかったからね、だからそわそわしてるんだよね。おいしい、いいペアリングですこれ。うんうんうん、うん、いいな。でポテチに合うってなかなか、まあでもいいポテチだからかもしれない、わかんないけど、なんか味がね強すぎないし、なんか、うん、そういうなんかバランスがいいポテチだからワインが合うのかもしれないけど、意外とポテチとワインってね、なんかどっちかがこう勝っちゃったりして、意外とポテチの味が勝っちゃうのかな。非常にいいですね、バランスいいです。多分他の、ね、料理とかも相性すごく万能にいろいろいけそうな雰囲気を持ってる感じなので、食卓に1本非常にこの使いやすいのかなとは思いますね。うん、もうちょっとポテチ食べていい？グッドですね、グッドです。そしてドンとくー、こいつも合わせちゃおうっていうこと。今夕飯ですねちょっと時が経ちました、先頃から。本日は豚の生姜焼きでございます。ただね、これ赤ワインが入ってる生姜焼きなので、ちょっとワインに合わせて寄り添ってくれるものを奥さんが作ってくれました。もう今ね、あの前菜が終わってるからママ飲んでんだねママ飲んでんだわ。はい、ということでね、メインがこちらの今日はね生姜焼きでございますね。この矢野さんにちょっとお話を聞いて、合う料理をちょっと聞いた時に、まあ、こうやってねちょっと生姜焼きとかいいんじゃないのっていう感じで、まあ、甘辛いソースね、照り焼きとかでもいいし生姜焼きもいいんじゃないのっていうことで、でちょっとね赤ワインを混ぜてワインに合う生姜焼きを
でさっきこの話したね、奥さんが作ってくれましたってこと、同じ話してるね、いただいちゃいます。ちょっとほろ酔いです。ちょっとほろ酔いです。いいですね、ほろ酔いです。よいしょ、美味しそう。いやこれまたいい香りがしちゃってるもんだって。うまっ、パーフェクトです。もうこれはこれやばい、これはもう完全に完全なるパーフェクトですね。素晴らしい。じゃあ芋を食べちゃっていい？この芋もね、実は視聴者の方からいただいたお芋をね、ちょっといただきまして、これも、フライ、フレンチフライにしていただいたということでございますね。ちょっとね、意外と前菜で飲んじゃってね、こんな感じでございます。はい。うん、うん、おい。芋うまいね。うん。こちらのお芋ちゃんは北海道のトーヤというね、品種でございますね。非常にね、バランスが取れてます。ただ中にしっかりこの甘みがあってね、ちょっとねっとりした感じも出てきてね、美味しいんですよね。幸せですね。ナイスリーダーだね。なんか結構久しぶりにおうち飲みディナーやってるからね、いいね、やっぱり ゆったりできるね。うん、ブロッコリーにね、生姜焼きソースかけちゃったりしてね。うん、うまっうまっ。うん、こうやって食べながら飲んで話してるとライブ配信思い出すね。懐かしいね、最近やってないね。うん、おいしい、最高だね。うん、合うね。だからこうね、和の雰囲気の合うっていうのがね、ワインもねいいとこで、まあワインね、洋食、まあもちろんこれ赤ワインが入ってるからかもしれないけど、でも洋食っていうねイメージも強いかもしれないけど、和食とかのね、和の普通のね、一般的に僕たちが食べてるような毎日の、まあ、生姜焼きとかね、唐揚げとかいろいろそういうのにもね合うからね。うん、こう無理やりワイン飲めってわけじゃないんだけど、でもそういうね普段の食卓にも寄り添ってくれるワインはたくさんあるということでございますね。気づかせてくれますね、このメルシャンワインズさんはね、食卓に必要なワインっていう、ちょっと酔っ払っております。いい気分ないさ、ご飯食べながらね、 YouTube 見ながら、じゃあやっぱりご飯食べてるんだけど、前菜食べて、おさんと YouTube 見てて、でちょっと飲んでね、やってて、 で途中奥さんこれ作ってくれてたから、奥さんを抜けて、俺だけこのちょっと食べながら、YouTube ぼーって見てたんだけど、ね、ちょっと寝ちゃったからね。いい気分になって寝ちゃったもん、ちょっと。それだけリラックスしながら食べてるっていうこと、そういうこと。さあ半分ぐらいしとこうかな、あとは半分はあとでゆっくり食べましょう。うん、おいしい。これでまた明日から頑張れるね。うん、本当に食べて飲む、この食の幸せがやっぱ全てだね、全てこの人生につながっていくね。はい、というわけで本日ご紹介したワイン、メルシャンワインズボルドー2021年でございました。非常に食べ物にも食事にも合う素晴らしいワインでございました。これ、まあ、売ってると思うんだけどね、なんかちょっとネットショップでしか見当たらなかったんだけどね、まあよかったら皆さんもね、試していただければと思います。それでは本日もご視聴ありがとうございました。よろしければチャンネル登録とメルシャンワインズボタンよろしくお願いします。
なんか提供みたいになってるけど、別にそういうことじゃないんだけどね、うん、まあ、でもいいワインですね、非常に。じゃあまた次回の動画でお会いいたしましょう。ゆっきーでございました。それでは皆様、じゃあね、バイバイバイ。